はい、これはですね、シティハンターっていう、ものになりますね。で、シティハンターは、1から今ちょっと見返してね、昔にテレビやってみたのを、ね、見返してみてるんですけど、最近シティハンターは例えばこれコラボやってて、確かルパン三世とコラボしてたのかな、のがあったりとか、してるんですが、まあ、シティハンターって今からもう30年以上前にテレビで確かアニメで放送されてたんですが、まあ、未だにこう見返してみても、まあ、30年以上経った、とは思えないですね、作品になっていまして、まあ、第1弾がシティハンターが始まるというね、アニメのね、いろんなアニメとか映画とかで、まあ、シティハンターなんですね、まあ、非常にこう、なんていうの、やっぱり好きな人にとってみればね、まあ、シティハンターだけじゃなくていろんなアニメとか映画っていうのは何回見てもやっぱりいいなって思って、でそういう人っていうのは何回も見てるから、だいたいこの辺でコロコロこういう話が出てくるなって分かってても面白いっていう人もいれば、まあ完全にその最初の段階に戻って、記憶も戻って見られるという二通りの人がいるんですね、うん、でまあそういうふうにやっぱり長年愛されるものっていうのは20年経とうか30年経とうとか40年経とうか未だにですね人気があるんですよ。でシティハンターっていうのはもう衝撃的な、ところから始まってしまうんですが、まあ、衝撃的っていうか、まあ、シティハンターっていうのはサイバーリオっていう確か兄ちゃんがいて、その兄ちゃんっていうのがまあ探偵をやってるのね。で探偵やってるんだけど、ある相棒と組んでね、その探偵という傍ら、その悪いやつを片っ端からやっつけていくと、いうことなんですが、まあ言ってしまえば、まあこの人っていうのは、銃を扱うのが得意な人なんですね。うん。ですから銃を扱うのが得意ということは、まあそういう世界で生きていると、いう人なんですよ。で、それで悪いやつを徹底的にやっつけるという人でね。で、一見すると、そのサイバーリオコと主人公っていうのは、そんな風な人に見えないんですよね。背がすらっと高くてイケメンでね、でそんでなんていうのかな、こう一見するとそんなような人には思えないわけで、こうなんていうのかな、すぐこう美人の姉さんが依頼が来ると、すぐもう美人に惚れ込んじゃって、でも大の女好きみたいなね感じなんで、女好きだから何なんちゃんみたいな情けない声してね言われるけどだけどそれが銃の扱い方が上手いなんていうのは、で実際のところはそんな風に見えないわけですよね、うん、多分シティハンターを生み出した漫画家さんもおそらくはそういうような話ってのがあったんでしょうね。で確か誰かしらモデルになった人はいるんでしょうね、誰かとはちょっと言わないけどね。ただそのモデルになった人がいて、まあ、それを元に、こういうシティハンターっていう探偵もののアニメっていうのを出したんですよね。だからある意味シティハンターを見てる方は、あ、世の中ってこうなってるんだっていうのは分かると思うんです。勘のいい人はね、まあ、これ以上ちょっとおからから言えませんけども、ある意味ね、ただそのなんていうの、本当にこうシティハンターの中でこう登場してくるやつって悪いやつばっかなんですよ、うん、例えば麻薬の密売だとか、ね、まあ、裏組織と呼ばれるような人たちとか、そういうすごく悪いやつを片っ端からサイバー漁をしている探偵が片っ端からやっつけてるわけですよ。でこの人は本当にね、柔軟使い方がうまいんですね。だから普段は美人の女の人に依頼されるとすぐヘロヘロしちゃう、すぐ惚れ込んじゃうというようなところがあるのにもかかわらず、まあそんな人には見えないみたいなね、そんな人が探偵やってる人には見えないですみたいな、うん、銃扱ってる人には到底見えないんですけどみたいな、でそういうところがあるんですよね、うん。でそれでもうその打ち方っていうのが、敵への残酷なやり方っていうのがもう非常にプロなんですね、普通だったら到底ありえないようなところから打ってくるんですよ、普通やったらね。でもそれをこのシティハンターの主人公は楽々とやってのけちゃうんですね、だからそういうところがやっぱりすごいんですよ。で同時に敵がどこからか打ってくるかっていうのがすぐ分かるね、一発で瞬間的に分かる。でそれでサイバー寮に依頼された女性たちをこうとことんまで惚れさせて、でそしてもうかばうという、すごいかっこいいっちゃかっこいいんですよ。
だから言ってしまうと、こう、アブデカみたいな、まあ、そんなに近い、ドラマで言ったら昔あったアブデカに近いような感じだね。だからまたルパン三世とはまたちょっと違ったね、かっこよさっていうのがある。まあ、ルパンもやっぱり似たような感じで、女の人が来ると、まあね、デレデレしちゃうっていう、ちょっと一見するとみっともないように見えるけど、まあ男だからしょうがないんだよね。で、やっぱりそういう風なのところは同じなんだけど、ただ違うんで、ルパンとはまたね。ルパンとはまた違ったその、かっこよさがあるんですよ。うん。で、日本のこの探偵っていうのによく似合っててね。ね、で、これがまた最初の相棒っていうのがいるんだけど、牧村さんって人が確かいたんだけど、まあ、この人はですね、亡くなってしまうんですね。衝撃的な最後を迎えてしまうんですよ。もう第一巻で、すでにね。で、それで、まあ、他のこれ見た方は、ご存知の方は、まあ、ある姉ちゃんが出てきて、その人と相棒になるという感じになるんですね。で、この話っていうのも、まあ、なかなかその、裏っていうかね、深い話っていうのがあって、で、それで、そういう深い話っていうのがあるんです。まあ、これを見た方は、ね、ちょっと冒頭喋ってしまいましたけど、まあ、見てる方はね、改めて見てみるとね、わかると思います。うん、まだ見てない人はね。こういうの長いから、シリーズとしては。だから、第1巻からこう来たわけです。うん。今はね、YouTube の方で確か公式でね、だったところもある、増えてきてるんで、まあ、そういったところでも見られたらいいかなと思うけども、まあ、できればね、こういうものを直のところに行って、レンタル店とかそういうところに行って、借りて見てみるかいい、買ってみたりするっていうのもいいかもしれないですね。あるいはネットフリックスみたいな、そういったところとかいろいろありますよね。うん。ただまあ、なかなかこれも良くてね、出てくる車もね、非常にこう、マニアックな車っていうのが出てきたり、シティハンター乗ってるのはミニクーパーの人がやってきたりするんですよ。で、あと敵が出てくるのが BMW の6シリーズって言ってね、まあ今じゃ珍しくなった車だけど、当時バブル景気が湧いてたことだったから、あのバブル景気の時に話題になってた車だったんですよ、BMW の6シリーズ。で、それが敵が乗ってる車としてある白の BMW6 シリーズが出てくるんだけど、これがまたマニアックなね、まあ、車ですよ。今じゃあの車すっかりもう見なくなりましたけどね。うん。ただ当時の、まあ、お金持ちの人たちが、ああいうような車をこう、乗っていたという時代です。だから、今の若者とか私たちを含め、バブルっていうのは、今の時代じゃ考えられませんけども、ね、当時はまあそれだけすごく熱狂していた。ということはですよ。ということは悪い奴も大勢いたってことで、恐ろしい話ですよね。うん。で、そいつらはやっぱり片っ端からやっつけるやつってのが必要なんですよね。うん。だからそこにシティハンターのような人が出てきて、片っ端からやっつける。だからゴルゴ13なんかね、そのような類だよね。うん。で、そういったことなんです。まあ、普段日常的に話していて、こういうシティハンターみたいな話があるかって言ったら、普段日常的に暮らしてる人はね、そういうところまではいかないですからね。うん、ほとんどの人の場合はね。うん。そういうところまでは出会う確率ってのは少ないけどね。ただなかなかこうシティハンターっていうのもまたそれで面白さがあるという感じかな。本当だったらね、こういういろんなアニメとか映画とかやつをね、ちょっとそのね、公開してしたいなっていうのがあるんだけど、いろんな諸事情によってちょっとできない部分があるので、まあですから、まあなんていうのかな、こういう話でありますよっていう感じでこう伝えればいいなっていう感じなんです。ただね、全部喋ってしまうとね、見る人が撮ってるからね、つまんなくなっちゃっていけないから、うん、ネタバレみたいになっちゃっていけないからね。だからまあ、そのチラッとはだけは言うけど、あとはご自分でその目を見て確かめてみてくださいということです。まあなかなかいいアニメだというふうにね、思います。どうもありがとうございました。